グライドの梶谷です。これからこのヤマハ FSTA を調整していきます。 FSTA はグライドでもよく調整の依頼を受けているギターの一つです。つまりはユーザーが多いということですので、このモデルの人気の度合いが分かりますね。調整にあたってお客様のお悩みやご希望を確認します。お客様はローポジションでもバレーコードを抑えるのに力がいるというお悩みと、あとはこうスライドするときにフレットが引っかかるような感触があるというお悩みがあります。あとはご希望としまして、ソロギタースタイルですので、できるだけ弦高は低めにしたいということです。状態をざっと言いましたところ、ネックがまっすぐすぎ、むしろちょっと逆ぞってるような状態ですね。でその影響で、まあ、サドルもそこそこ低くすでに削られているというのもありますが、そのネックの状態の影響で弦高も結構低めになっておりまして、ちょっとこう音がベシッとしやすくなっていますね。あとお客様がおっしゃってるバレーコードローポジションでの抑えにくさ、これは単純にナットが高いですね。おそらく新品で購入されてデフォルトの状態かなと思うんですが、デフォルトの状態ですとナットは高めになっていますので、ちょっとナットが高いので弦高が低いにもかかわらずローポジションが高く感じる、これもよくある状態ですね。あとはスライドの時のフレットの感触にも違和感を少し感じられているようです。このあたりはフレットの高さのバランスが影響しているのではないかなと思います。それではまずはプレックでネックの状態とフレットのバランスを可視化してみましょう。こちらが可視化したネックの断面図です。ネックを割って横から見た状態です。画面見て左側がヘッド側、右側がボディ側です。この下の灰色の部分が指板でネックの反りを表します。このギザギザがフレットで、フレットの上の数字がフレットの高さ、単位はミリです。この赤い折れ線がフレットの頂点を結んだ線、この緑色の曲線が仮定している弦の振幅です。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦。まずはネックの反りを見てみましょう。こうまっすぐすぎ、むしろちょっと逆ぞってるような状態です。逆ぞってはいますが、割と素直に反ってくれてる印象はありますね。そこまでこうネックの際立った個性というのは少なく見えます。フレットバランスを見ていますと、逆反りの影響で弦の振幅に対してフレットが干渉しやすくなっているのが分かります。あとはフレットの凹凸が所々で目立ちますね。1弦11フレットを抑えると顕著に音が詰まるのも分かります。今見てたのは1弦ですが、他の弦を見ていってもだいたい同じような個性になってくれていますね。6弦もフレットの高さのばらつきが目立って音の詰まりやすさがあるのが分かりますが、全体的にネックの反り方は割とばらつきがありませんので、ねじれ気も少なく素直な反り方をするネックであるのが分かります。今の状態を簡単にまとめますと、逆反りの影響で弦の振幅にフレットが干渉しやすく、また所々でフレットの高さのばらつきが目立ちますので、その影響でのビビリも目立つという状態ですね。逆反り系の度合いと個性が分かりましたので、それに対してトラスロット調整しつつ測定もしながら、トラスロット調整でネックのバランスをどこまでいいところにセットできるかを試していきます。こちらがトラスロット調整でネックの反りのバランスをできるだけ取った状態です。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦。ネックは逆反ってはいましたが、予想通り反り方としては非常に素直ですね。こう部分的に癖のある強い順反りや逆反り感がなく、
割と全体的に程よく順ぞってくれています。全体的に見ても程よく順ぞってくれていますね。ではありますが、ところどころでフレットの高さのばらつきが目立ちますので、それによる音詰まりがいろんなところであるのがわかります。こういったフレットの高さのばらつきを全体的に整えてあげれば、綺麗になってくれる状態を作ることができます。トラスロット調整でネックの反りをいいところまで持ってくることができました。ではありますが、フレット高のバランスの乱れがところどころで目立ちますので、そういったところでは音が詰まりやすくなってしまっています。お客様とお話した際に、1弦は12、13フレットぐらいまでは使いますということでしたが、例えば今フレットの高さのギャップが目立っている1弦11フレット、顕著に音が詰まってますね。また他のポジションでもフレットのそのバランスのばらつきから音がこうはっきり出ていないといいますか、ちょっとベシッとした感じになってしまっているのがわかります。このまま弦高を下げていきますと、よりそれが顕著になっていきます。ですので、ここからフレットのバランス調整に進めて、弦の振幅に対してフレットが干渉してしまっている様子をきれいに取り除いていきます。こちらがフレットのバランス調整が終わった状態です。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、すべてのフレットが弦の振幅に沿って綺麗な弧を描いているのが分かりますね。どのポジションを押さえても弦の振幅に対してフレットが干渉しない、そういった状態が作られています。例えば1弦で見比べてみましょう。これが元の状態です。逆反りの影響で弦の振幅にフレットは干渉しやすい、またフレットの凹凸が目立っている、そういう状態ですね。そしてこちらがネックの反りをできるだけ適正に近づけた状態です。全体的に程よい順反りに近づけられていますね。ですがフレットの高さのばらつきが目立って、まだまだ音の詰まりやすさが残っています。そしてフレットのバランス調整後です。フレットのバランスがきれいに整っているのが分かりますね。6弦でも見比べてみましょう。こちらが元々の状態、ネックの反りの調整後です。反りのバランスはいいですが、フレットの高さのばらつきによる音詰まりがあるのが分かりますね。そしてフレットバランス調整後です。どのポジションも綺麗になってくれるのが分かります。フレットをいいバランスに整えられましたので、ここからセッティングに進めていきます。まずはナットを調整してからサドルです。ナットはお客様も感じられていた通り、全体的に少し高めになっていて、ローコードがちょっと抑えにくい、そういう状態になっていますので、適正な高さ、溝の深さ、そしてフレットの R に合わせた全体のナットの R も整えていきます。ナットは溝が深すぎますと単純にこう開放弦でバズが生まれてしまいますが、必要以上に高いとそれはそれで抑えにくさを生んでいってしまいます。このギター見たところ、おそらく新品で購入されてその時の状態のままのナットになっているように見えます。一般的にあまり認知されていませんが、メーカーさんから出荷されてくるギターのセッティングといいますか、ナットサドルはある程度余裕を持った高さにセットされています。そこからご自身のスタイルなどに合わせて調整していくのが大事です。ですのでこの FSTA もナットに調整の幅が残された状態になっていますので、まずは適度な高さに調整していきます。ナットの調整が終わりましたので、サドルを調整して弦高を整えていきます。このサドルはすでにお客様の方でも削られていて、弦高も低めにはなっていますが、上面の R が少しフレットの R と合っていなくて、弦高のバランスにばらつきがありますので、そこを整えていきます。もろもろの調整とセッティングが終わりました。1弦 1.5 ミリから6弦2ミリとアコースティックとしてはそこそこ低い弦高にセットしています。改善のポイントとしては、まずはローポジションのバレーコードの押さえにくさですね。
もともとすでにサドルが削って低くされていながらもナットが高いために弦高が低めだけど抑えにくい、そういう状態になっていました。それに対してナットもフレットに合わせて調整してますので、楽にローポジションもバレーコードが抑えられます。と比べてだいぶ楽に弾けるようになりました。あとはもともとネックの逆反り系であったりとか、フレットの高さのばらつきが出てたビビりやすさというところも改善しています。綺麗に出てくれますね。またお客様は一弦側のハイポジションもよく使いますということですが、フレットのバランスも整えてありますので、低い弦高でも綺麗になってくれますね。ハイポジションもビビなく綺麗になってくれます。和音も元の状態に比べると前弦がバランスよく出てくれてる印象です。今回の調整の場合は目立ってここがこうバランスが悪いというよりは、ネックの反りの具合であったり、フレットの高さのバランスであったり、ナットであったりサドルであったりと、全体の鳴りとか弾き心地に作用する要素がアンバランスになっていた、そういった状態でした。そういったバランスの乱れた要素を適正に整えてあげる、そしてお好みの弦高にセットする、そういうアプローチを取りました。特にアコースティックの場合ですと、ローポジションが抑えにくいというお悩みをよく聞きますが、実はナットが適正な高さや R になっていないというのもよくあることです。ギターを買われたらそのまま弾くという方も多いと思うんですが、実はナットやサドルは調整する前提になっています。特に新品の場合ですと余裕を持たせて作られていますので、それをご自身の好みに合わせてセッティングしていく必要があります。ですのでギターを買われる時などは、このナットの設定がどうなっているかとか、ご自身の好みに対してサドルを調整できるかとか、ギター屋さんに聞いてみたりお願いしたらいいのかなと思います。以上、ヤマハ FSTA での調整の例の紹介でした。